ヘアピンまみれの声が変わった件について弁明します。変化なくして進歩なし。どうもヘアピンまみれです。案件よ。なんと今回ライブ 2D さんのにじまライブの案件動画です。ありがとうございます。本当にもう、潤いますね。何かとは言いませんが。まあ、にじまライブ、何かと言いますと、顔の表情、動きに合わせて、誰でも手軽に、ライブ 2D モデルを動かすことができる、フェイシャルトラッキングアプリケーションです。だそうです。ちょっとむずくてね、詳しくないとわかんないと思うんですけども、皆さんね、私、これ VTuber なんですよ。バーチャル YouTuber。で、バーチャル YouTuber って大きく2種類ありまして、こうやってね、今の私みたいに 3DCG のモデルを使っているっていうのと、もう一つ、ライブ 2D モデルってものをね、使ってる人がいまして、実は私ももともとライブ 2D モデルで始めました。で、その、ちょっと細かい話になりますけど、モデル作んのと、そのモデル動かすソフトって違うんですけど、なんとね、このにじまライブは、そのライブライブ 2D モデルを作るソフトを出してるライブ 2D さんが出してる動かすソフトなんで、なんかしっかりしてるよね多分。この案件でこのあやふやのことあるかわかんないけどねっていう話らしいです。まあ、ということでちょっとなってみますか 2D の姿。よし、じゃあ早速いでよライブ 2D モデルのヘアピンまみれ。いやー、懐かしいね。懐かしい、懐かしい言うとりますけども、私は3年くらいなんのかな？多分 VTuber 3年目ですけども、1年目は、このね、ライブ 2D モデルでございました。これ作った時の話も動画になってますけども、てなわけで私 VTuber 結構やってるんですけども、最近ね、ここ1年くらいありがたいことにすごくたくさんの人がね、見てくださるようになりまして、みんな結構ね、昔の動画遡って見てくれてるんですよ。ありがたいですね。だからね、ちょくちょく昔の動画にもコメントがね、新しくついたりするんですけども、よく、こういったコメントが来ます。声がなんか若い。この頃のヘアピン、声めっちゃ違和感ある。わら。今と声が別人じゃねえか。言われておりますけど、声が違うらしいんですよ。でも、ってことはだよ。どっかのタイミングで変わったはずじゃないですか。これって、トリビアになりませんかつってね。というわけで、この雑学のシード。つまりこういうことになります。ヘアピンまみれの声が変わったのは、あの動画。ってなわけでね。声がどこで変わったのか、確認するぜ。はい、てなわけで、振り返っていきたいと思います。一旦一番最初の動画見ますか。動画いっぱい上げてますね。で、初投稿がこれですね。VTuber 必見、反射の顔バレ防止装置を作ろう。初投稿ということで。こんなことすんな。すごい、この辺のサムネもうさ、なんか8年前の YouTube みたいなサムネじゃない？てなわけで、8年前みたいな動画。果たしてね、最初はどんくらい違うのか。じゃあ、再生、おりゃ。あ、まあ、普通なんじゃない？じゃあ、初めからね。じゃあ、聞きましょう。おりゃ。皆さん、はじめまして、です。違うね。違うし、ちょっと危なくないか。コメント見るか。あ、ほら、最近ファンになって見に来たけど、この時は声高くて新鮮、つってね。というわけでね、早速、全然声違うじゃん。映っていきたいと思います。ね、顔バレ防止装置を作ろう。雑魚テロップというかタイトル。未だに全然雑魚いですけど。バーチャルユーチューバーなるジャンルに、この、適用されるのではないかなと思っているんですけど、二次元の萌えイラストを挟むことで、視覚情報を惑わすやつをやっているんですけど、はずいな。うん、うん。なんかこの、やっぱ、顔バレなんですよ。たどたどしいよね。うわぁ、初投稿だな。顔バレ。到底2021年の動画とは思えない。反射顔バレ防止デバイスの方をね、作っていきたいと思いますよ。はい、何今の、等身大パネルを用意しまして、この顔バレを防止できたらなという。この声今出せんのかな。急にディオ出てきてびっくりしたけど。一旦ね、こんな感じで印刷したのを段ボールに貼り付けました。段ボールに貼り付けました。両面テープで貼り付けたんで、北島三郎が出た後みたいになってますけども。言うとるな。あ、やっぱ、はい、声張ってないんだな。やっぱこのね、皆さんさ、なんか一人でこう、マイクとかに向かって喋るって経験、あんまないでしょ。マジで最初わけわかんないですよ。今はちょっともうね、タガが外れて、でけえ声出せるようになりましたけどね。まあ、声がちっちゃいってのあるな。じゃ、ちょっと飛んで、このパペットのね、パペットの動画を見よう。おしょっと。よし。パペットを作ります。短冊状に切ったものをこうやって。あ、ちょっと低くなったんじゃない？そうするとね、ふにゃふにゃになってくるんですよ。そしたら一気にグッとこうやって。あ、ほらほらほら。形を、ね、ちょっとまだ、いい感じの曲面ができる。初期声だな。やってか、机が汚すぎたな、今。の曲面ができなんで？ちょっと待って。机汚すぎる。
リコーダーあるもん、ここに。パペット作りの動画なのにね。強引な伏線みたいにさ。まあでも、この動画がね、2022年3月なんで、半年ちょい経ってる。初投稿から。初投稿から半年ではまだ、完全には、完全には声が変わってないという。こっからこう来て、もうちょっと進んで、3D 化どう ?3D 化。3D 化見ようぜ。よいしょっと。ヘアピンまみれ、ついに、ついに、ついに、3D 化、します。まだ違う。え、どうも、ヘアピンまみれです。いろんな姿になってきましたけども、ね、パペットになったりと。低くはなってるよね。ちょっと違う。まあ、ぶっちゃけずっとさ、ね、ちょっと違うだけなんだけどさ。名札だ。なんでこんなとこで 3D 化してんの？ナスワールドモンキーパーク。これに対するコメントのツッコミもないし。3D 化、皆さんもね、声張ってないわ。してみたら、声出せ。いかがでしょうか？腹出してんだから。まあ、ちょっと低くはなったなっていう感じ。じゃあもうちょい進んで、この質問コーナーとかめっちゃ喋ってるだろうから見よう。これが、まあ、2022年12月だから1年以上経ってますね。よっしゃ、声は変わっているのか。おりゃ。質問に答える動画面白かったです。どうも、ヘビーマリです。お質問を送れる結構今じゃない？あ、でもやっぱ答えていくぜ。あ、声張れ！もっと。どんくらいまで伸びます？私は手の届く範囲までです。リコーダー吹いてんじゃん。伏線だったかもしれねえ。でもなんか、あんま今と変わんなくないか。声、だって本当にね、腹から声出してないだけだもん。覇気がないだけ。どうするこれ、レギュレーション。腹から声出した瞬間にするか。え、だってビブラスラップとかもうできてるでしょ、そういう発声が。知らん楽器を勘で作る。え、どうも、ヘビアイです。もうこれは今だ、突然ですけども。こちらの楽器、勘で作っていきたい。もう今と同じっすよ、これ。だから、ビブラスラップより前でしょ。あ、ライブ 2D の動画ビブラスラップより前じゃん。0円で VTuber になった話。をするつもりの人間。え、どうも、ヘビマリです。この体はね、制作費0円で作ってまして。やばい、あ、わかんない、わかんない。動画も上がってて、ね、わかんない、わかんない、わかんない。何にもわかんない、やばい。あ、でも、だいぶやってる、ね。同じだね、今と。やばい、むずいね。ってことは、さっきのこの質問コーナーと、ライブ 2D の間だね。この間で声が変わってるというか、なんかこの、どっかのタイミングで覇気が出たんでしょ。すごい。声が変わる話だったのに、覇気の話になってるじゃん。ワンピースですかみたいなね。じゃあこのライブ 2D より前で質問コーナーより後のこの墨汁の動画とか見てみる。よいしょっと。皆様明けましておめでとうございます。覇気ある覇気ある。米村ヘアピンまみろうです。変わってるこれ。でも墨汁はもう今の声って言って差し支えない気がする。そしたらこの墨汁が正月動画なんですけど、その前の年末動画、これを見よう。もしかしたらこの年越しで声が変わってるかもしんないじゃん。どうもヘアピンまみろうです。今回はですね、もう、年末ということで、今年の振り返りなんかね、できればなと。今年から私まで、半年間、ね、動画を投稿してないんですよ。ちょっと。ってことは、この年越しと質問コーナーの間で変わったってこと？覇気が。質問コーナーの前を見てみるか。3D 化はやっぱ覇気なかったんでね。ちょっと 3D 化と質問コーナーの間見るか。みんなこれ、なんか、わかってる？私結構わけわかんなくなってきてるんですけど。もうなんか第6巻とかに頼らざるを得ないかもしんない。エスパー。じゃあこのね、質問コーナーの1個前。どうも、ヘアピーまみれです。この度は動画の更新が遅れてしまい、すいませんでした。前回の動画がいつですか、これ。これ今と同じじゃない？いつものこの、つまらない収録部屋、ね。ほら、今と同じ。ってことは、単純に質問コーナーの覇気がなかっただけかな？あ、でもね、確かね、これ収録前後してるんですよ。まだちょっと、ここの瞬間で覇気が生まれた可能性も捨てきれないので、もう一個前見るか。ポコピー店の動画。おいしょっと。どうも、ヘアピンまみれです。お、いざ、ポコピー店ということでね。なんか顔、なんか、ちょっと、別ジャンル出てきてない？カッコつけてるよね、これ。ポコビーさんが見るかもと思って、カッコつけとるわ。もうちょい、素の声よ。ピーナッツくん。はい、というわけでね、ポコビー店に行ってきまして、まずはね、こちら、ステッカーですね。なんか、音割れしてんな、ずっと。かわいい、このね、めっちゃかわいい。こういうの、あれですよね、もったいなくて使えんすよね。じゃあね、早速、開けていきます。あー、違うかも、まだ。ってことは、つまり、ここだ！ポコピー店と、陳謝の間だ！この質問コーナーは陳謝より前に撮ってるんで、ここだね。まあ、投稿月で言うと、2022年11月と12月の間にかけて、声が変わりました。多分。
追加検証。まあ、今回のね、トリビア雑学のシードはね、コメントだったんで、チャンネルの主はね、実はコメント検索できるんですよ。てなわけで、ちょっとコメントを検索します。だからここで例えば、声とか入れるじゃないですか。これで、てなわけでこの声に関するコメントで、声が変わった的なコメントの中で、最も新しい動画に言及してるのを探そう。ってなわけで今一通りコメント見た結果、ものづくり系 VTuber、図工&美術の成績いい説、この動画が一番最新の声違うコメントがついてる動画なんですけども、これが実はね、2023年6月なんですけども、実は収録したのはいつだっけ？動画、もう半年以上前に。半年以上前って言ってるわ。まあ、実はこの動画、この、ボツ動画を編集して公開してみようって企画で、半年前のボツ動画公開してて、まあ、2023年6月だから、半年前って言うと、まあ、2022年11月とか12月とか。だから、さっき算出した声変わり機とも、辻褄が合うよね。じゃあそこだ、やっぱ。というわけで、皆様のコメントの裏取りもあり、すごっ！ちなみにこの半年前のデータっていうのがこちらですね。ある。回転。ものづくり系 VTuber 美術の成績いい説。え、どうもヘアピンまみれ。やっぱ違うよね。え、どうもヘアピンまみれ。しっかり言ってんな。だって今なんてもうね、どうもヘアピンまみれですね。伝統芸能みたいな。もう金書みたいなね。崩して繋げてますけど。この時はしっかり言ってるし。え、どうもヘアピンまみれ。声も違う。いやー。すっきり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 、ちょっと違う番組だったわ。違う懐かしい番組だったわ。はい、ってわけでね、こうしてまた一つ新たに雑学が生まれまして、ヘアピンまみれの声が変わったのはポコピー店の後の陳謝の動画。この雑学、腹何部ですか？おい、ちょっと、腹八部ザキね。いやー、というわけで今これサングラスかけましたけど、これね、このにじまライブの機能でこういうのがあるんですよ。さあね、アイテムがいろいろありまして、これをね、こうやってほらモデルとね一緒に動くようなね動きができるという、すごくない？これ超便利ね。すごい流れるような案件への移動ね。まさかタモさんから案件の説明に移行するなんてね、前代未聞すぎますけど。というわけで一旦このねサングラス外して、この服とかもあんの？うさ耳パジャマとかさ、アイテムを置くで、これ拡大して、ほら！あ、そう、顔出し看板みたいだけど、こんな感じで、コック帽とか、ほら。で、こうやって頭にくっつけると、ほら、頭と一緒にすごい、ね、密漁をします。この凄さは、VTuber やってる人にしかちょっと伝わんないかもしんないけど。で、なんとこのね、アイテムなんですけど、見てください、これ。アイテム追加できるんすよ。だから、こうやってプラス押して、あ、やばい、いろいろできちゃった。例えばよ、なんかリンゴのフリー素材あったから、これ置いとこう。これを、例えばね、ほら、これこうやって頭の上に乗っけたりしても、あ、ほら！ね。あ、すごい。大失敗ウィリアム・テルができた。で、まあ画像を入れられるということは、例えば、私が去年の夏に作った麦わら帽ですけども、こういうのも、ほら、こういうのもつけられますし、なんなら、おいしょっと。私が以前作ったね、被り物、一緒に使えるという。怖いな。すごっ。やめよう。私、これ、めっちゃビビったんですけど、アイテムに、手がありまして、はい。ね、ちょっとこんな感じの手なんですけども、これなんと、これ、動かせるんですよ。これ手をちゃんとこれカメラで見て、動かせるんです。すごすぎね。ね、だから、ここに、パペットとかをね、パペットを揉むという、わしゃわしゃするということもできると。で、これずっと使ってたんですけど、エフェクト、まあ、フィルターみたいので、いろいろあるんですよ。これで、例えば、今これアニメ風ってのがかかってて、これかけないと、このね、パキッとした感じなんですけど、これかけると、ほら、わかります？この違い。いや、このなんか、ほわっとした感じ。これアニメ風夕方にするとわかりやすいと思う。ほら、ね、ちょっと、ね、これほら、すごいおしゃれだよね。これリアルタイムで反映されてますから。ね、とか、これね、アニメ風夜など、ステッカー風ってなんだ？あ、すごい！かわいいじゃん。逆光とかね、いろんなフィルターがあるという紹介です。ってなわけでね、いや、すごいね。進化してるね。まあ今ちょっと、VTuber 向けの説明が多かったっすけども、これ別に自分のモデル持ってなくてもほら、知らん人にもなれます。すごい。知らん人がうちの部屋にいるわ。いやー、まあ、てなわけで、皆さんもね、にじまライブを使って、VTuber を始めて、3年くらいやって、始めた頃と今の声を聞き比べてみてはいかがでしょうか？ね。まあ、てなわけで、今回の動画、面白いと思ったら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、また、次回の動画で、お会いしましょう。さようならー。